お疲れちゃんです、ラットです。今日ですね、こちらアプリ告知をやっていきたいと思います。さあ、でこのアプリなんですけど、ちょっと特殊な方をしてます。まあ今流行ってるアプリのね、基本的な形はこのスキが、まあ、縦線かで、ゴルナイがロケットかな。で、縦線の枠が、まあ、ゴルナイだったり、ダクプリだったり、まあ、昔の人のギャングだったりみたいな感じなんですけども、まあ、ロケットをさよならして、スケも入ってね、ちょっと高回転にしたよっていう枯渇ですね。まあ、なんで、ロケットね、ちょっとあんま打つの苦手だなとか、まあ、ロケ持ってても意外と使う場面って結構限られるんでね。まあ、人によってはね、こっちの、なんだろう、ロケットがなくて、スケ入ってて、ちょっと高回転めなね、アプリの方が使いやすいよっている方もね、いるかもしれないので、ぜひね、ちょっとこっちも試してみてください。というわけでね、今日はこちらでやっていきます。さあ、よろしくね。まあ、アウトローと、キアがね、強化されて、まあ、あとまあ、普通にゴルナイとかプリンスも強いので、なんかその辺を高回転で出していきたいよねっていうので、生まれたデッキですね。さあ、まさかの、初戦から、コカッちゃん対決ですね。いやー、コカツ対決、ギャングが珍しいね。なんか、ギャングはさ、もう最近縦の戦士になってるんだよね。よいしょ、おー。まさかのね、お互いさよなら、これどうしようかな。裏にして、これ、ちょっと一個奥にして、手前吹きや。いや、これ、あ、違う、アウプリなんだ。いや、当たる？いや、もう一個ぐらい奥にしてくる。さ、まさかの、アウプリ、ミラー？ミラーじゃねえか。ちょっと地形、はい、ちょっとだけ違うんですけど、これさ、ガールに行く？いやー、めっちゃいい竹してる。いや、めっちゃいい竹してる。熱い。さあ、初戦からね、アウプリ対決です。まあ、アウプリはね、まあ、結局強いよねっていう。で、ロケか？ギャングか？ゴルナイで受けてもいいけどな。うん、まあ、スケでもいいか。てか、スケあるのちょっと俺ずるいかもしれねえな。さあ、で、もうどんどん、バレル飛ばしていきましょう。で、あの、プリンスの受けが、まあ、スケがあればいいんですけど、ちょっと回ってないので、早めに吹き矢でやりたいですね。おい。さあ、アウプリ対決で、相手はロケット持ってるですね。さすがに持ってます。でも、あの、僕はロケットがないんですけど、その代わりこう、プリンス受けのスケだったり、あとは全体的に回転が速いんですよね。まあ、だから後半最後の最後で、まあ、ロケ削りはね、されるかもしれない。って考えるときに、この序盤ちょっとね、攻めておきたいよね。やべ、めっちゃいい位置のなんかバレル来たな。いや、でもいい。で、バレルじゃない、ギャング使ったんで、まあバレルちょっとね。オッケー。いや、入ってく。もうちょっといってほしかったな。さあ、吹き矢と、まあなんか、されそうですよね。いや、そこさ、当たる？普通。プリンセスのエイム良すぎん？そう、俺もね、プリンちゃん出しながら。で、相手は、意外と、何なんだろう。プリンス系がちょいつらみたいな。いや、俺でもゴルナイマジで強いからな。さあ、内側ですね。で、この辺ちょっと出すか。いや、いらんかったな、これ。まあ、延命したいよ、せっかくならね。さあ、まあ、プリンス来るものの、走らせ毒みたいなね、気もしないこともない。いやー、まあ。いや、これさ、多分、回転速いから、めちゃくちゃ相性良くなってると思うんですよね。まあ、普通ミラーだったら、まあ、トントンでね、うめえ方が勝つっていう話だと思うんですけど。いやー、これ打ってほしかったな、今。この対決はね、さすがに俺相性いいと思うんだよね。いや、これまた大きいっすね。いや、目が悪いな、俺。さあ。一旦許容からの、まあ、ロケ削り、ちょっとね、警戒したいですね。まあでも相手は結構攻めてきてくれてるんでね、今んとこ。ちょ、こっち攻めちゃおう。おお。いやー、なんかむずいですけど、今んとこダメージ、はい、勝ってんな。え、ちょっとね。いや、いいな、目がいい。さあ、ロケ削りとか、ちょっといろいろ警戒しながら、枯渇ね、僕、あの、そこそこで使うんですけど、アウプリ枯渇だけはガチで、あの、本当に、そんな使わないから、いつもぐらいね、喋れないですね。マジで。静かにちょっと戦わせてください、今日ぐらい。さあ、なんなら左の方が削ってんな。ダメージ的にトントンだもんな、マジ。さあ、ゴルネ走りながら、全処理してもらってね。いや、回転だってマジで俺の方が圧倒的に速いんでね。圧倒的に有利な気もしてたんだけど。
そこまでだな。ソフキーヤがね、いいぞ。延命したいけどな。相手でそろそろロケ削りっすね。わあ、やべ、ちょっと待って待って、いやマジでやべ、来たロケット。さあこっからですね、まあ、ロケ使ってくんなら、いやこれ鬼の許容でいきます。男はねやっぱ黙って許容なんですよ。攻め打ったとかしちゃってね。ギアも入るよこれ。なんなら右です。正解はよいしょ、うわー、危ねー、勝ちましたやーべー、アプリ見直し、しんどいよね。しんどいけどさすがに多分相性良かったと思う。うん、まあ、特に大ダメージ入ったシーンとかなかったですけど、はい、まあ、最後の最後はね、ギリ制です、ギリ制。まあ、なんか、こう、もっとアウトローでね、その、プリンスを蓋してもよかったのかなっていう。そう、アウトロープリンスの形をね、まあ、組むだけ強いんだよね。そう、組むだけそこそこに強いから、積極的に組んでもよかったかもしれない。さあ、いや、吹き矢マジで強いんだよな、火力がね、お化け。おー、新鋭隊。いや、これ、ゴルナイ走らせてーけどな。一旦ゆっくり行きましょうか。さあ、新鋭隊、ロイホグとかなのかな。まあ、ロイホグ、ちょっと、ホバとか厄介だけどさ、このデッキだと、なんなら戦えそうじゃない？ヤナメ？ヤナメやばいけど、これね、男の許容の、合う、なんか、つけたいね。これ、つけたいね、マジ。なんならこっちにつけようか。うん、いや、やたる？いや、でも違うな。エレスピなんで、ヤナアメっす。ヤナアメと、タルとかなのかな？いや、これでも、うざいよ、絶対。タケ、取れ。あ、巨撃、撃、撃、ガールが、攻撃速度、上がった女の子、ナイス。うわー、まあ、ヤナアメ入るか。テンプレがタルなんですけど、タルをね、ヤナアメにしてるっすね。いやー、ちょっとやだな。やっぱ、プリンとか吹き矢とかが残るのがね、支援隊ロイフにこう、アプリが結構戦える。要素だったんですけど、そこがちょっとなくなっちゃったの痛いですけど、まあ、端前吹き矢でいじめちゃおうぜっていう。うん。さあ、あれどうやって芝子かな？いや、強い。まあ、プリンスは新鋭隊で美味しくいかれるんで、まあ、高回転で吹き矢プリン、アウトロー結構出していきたいですね。うん。まあ、最後の最後だったら、これゴルナイダッシュとかも使いながらでもよかったけど。よいしょ。いや、ウッドはな、豚と一緒にみたいな。まあウッドで剥がしながら、吹き矢さすがに延命したいしな。うん、いやなんか相性良さそうだななんかさ、やっぱスケで高回転になってるのが強いよな。あー、これもう、あと吹き矢が竹取ってる。あー、逆も入ってる。いやー、これ熱いよ。新鋭隊ロイフグにマジでここまでいけるのはマジで熱い。最低は後ろから来て、え、やば、やりすぎやろガール。さすがにそれはね、計算外ですよ。まあ、ホパでね、対応してくると思うんで、一旦目してあげて、まあ、ヤナメかなんか使わせて、まあ、ファイボでもいいんですけど。そしたらね、こっちが残るよっていう。で、プリンと吹き矢、どっちかはこれ残るんでね。多分、タワーおられるまでは行かないと。ゴルナイ、ちょっと一回走ろうか。うん、いやー。さあ、ヤナメ使いました。いやー、勝ちましたね。いやー、マジ、これ、まあ、ゴルナイが強いのもちょっとあるかもしれないんですけど、まあ、ゴルナインなかったらもう、ダックプリにしてください。普通にいるんですよね。アウトローはプリプリコカツみたいなのも。そう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 。いやー、いいっすね。なんかまあ、僕、ロケットとかあっても、打たないって打たないんで、こういうデッキだったらね、ガンガンなんか攻めたくなっちゃうんですよね。そう、プリンセスが吹けとか、もうどんどん高回転出したくなるタイプなんで、まあ、そういうことはね、こっちの方がいいかもな。結構使いやすいしね、アウプリ系は。やっぱね、なんか施設が入ってるか入ってないかとかで結構難易度変わると思うんですよ、デッキのね。そう、施設あるとね、なんかもう 2,3 倍ぐらいデッキの難易度上がるんですけど、まあ施設これないんで、なんかまあ基本的にユニット出しておけばなんとかなるっていうね。さあ、うわー、タイミングアップとでけーってか、レイジヤナメは最悪じゃね。なんかいい香りはしないっすよね、間違いなく。でボンバーなんだよな、なんだこれ、エリゴレだ。
やなめっしょ？いや、エリゴレっぽいっすね。マジでエリゴレだ。いや、ロケねえのやべえ。これガチでやばいっすね。なんで、まあ、攻めて、結構攻めて、いや、これライドラがあるかもしれないんで、アウトロフトはいらねえな。うん。さあ、で、ここ早めにちょっと処理しちゃいたいな。そうそうそう、やなめ使ったもんね。いや、いいよ、いいよ、いいよ。いや、いいよ、いいよ。いや、さすがにこれ大丈夫やろ。うわ、めっちゃいい、それ。え？待って、やばい。めっちゃいいボンバー来た。いや、これは、耐えてほしい。いや、耐えれないのか。いや、めっちゃいいボンバー、それは。いやー、さすがに今のはうまいな。うん。ちょっと右側攻めて、ヤナミ使ったんだね。いやー、エリババイ付きね。さあ、まあ、プリンもそこそこに入るんで、いやー、これ後半さ、形組まれてヤナミ打たれて多分終わるっすね、僕。うん。いや、今のボンバーはね、ガチでうまいな。ちょっとボンバーが怖くなってきちゃった。さあ、で、吹き矢は、あれ800が多分折り切れないんですけど、まだ残りミリになるっすね。いや、これやばいな。ボンバー嫌な雨か。トレネガタとかだったらよかったんですけど、嫌な雨ちょっとめんどくさいっすよ。まあでも、攻め毒というか、攻めとかないと多分当たると詰むので、おー、サイド変えてくるパターンちょっとレアっすね。ガチレアじゃね？これ一旦折っちゃいたいみたいなのがあるな。うわ、なんか、あんま見ないような方っすね、俺泣いて。うわー、嫌な目使ったのでかっ。さあ、これは多分ね、一旦開始できそう。よいしょ。いや、オッケーオッケー。いや、待って、右がやばい。いや、いろいろやばい。でも、あなた、ヤナミも使ったよね。いや、いい吹き矢。いい吹き矢だけど、ヤナミ使った607よ。耐えれねえかな、これ。耐えれます。耐えてください。あー、耐えました。あ、待って、やばい、待って、チェライドライドだめ。オッケー。あ、勝った勝った勝った、絶対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 勝った、あぶねー。いやー、これなんで勝ったんだいや、これに関してはマジロケないできついですね。まあ、だからこういうゴリ押し系にはもうほんと序盤の間にね、1、2だからだんだん2本取っとかないとやっぱ形組まれて1本折られちゃうので、もう2、1プランでいかないといけないですね。今までだったら1、0で勝てるのが、まあ、止まんないんでね、しょうがないですね。で、まあ、この方だと、まあ、どっからどう見ても、やっぱ空ラバーというよりはバルーンか。多分バルーンがちょっときつめなんですけど、まあ、バルーンはもう本当許容して頑張る。か、バルーンの爆破嫌だよっていう方がいるならば、もう雪玉にしてください。ウッドと雪、これ別にどっちでもいいと思うんだよな。どっちもなんかそこそこに強いみたいな。さあ、ゴルナイはね。いやー、チャンピオン。いや、これあれか。圧着色ホグか。まだこういうデッキ当たず、あ、ちょ、ホグ、あ、ちょ、ホグ、あー、で、ホグ13はでかいね。で、最近ね、マジ、圧着いいホグなんですよ。で、テスラの、これがね、世界一行ってましたね、2日ぐらい前に。世界で一番クエイクホグが上手いプレイヤーがね、圧着いいクエイクホグを使ってましたね。いや、一旦走らせるか、うん。さあ、いいファイスピード。ホグ13やん。まあ、言うて13でも強えよな。うん。さあ、まあ、こっからというか、後半、おっ、おっ、勝つ？いや、マジかよ。なんか、ワンチャン入りそうでね。入ってほしかったな。まあ、クエイクウッドか。の公開っていうのバルキリーつけでしょ、ワッチャクイと。まあ、8枚プリンぐらいでしか削れないっすよね、僕はもう。テスラ？うん。まあ、あと、ホグな。ホグの受けもだし、この圧着いの受けもちょっと辛いっすね、僕。うん、まあまあまあ。いや、でも全然あります。これは、相手のホグを、毎回こう、プリンスウッドで完封していきます。で、そうすると、まあ、13ならもでかいんですけどね。相手は僕のバレルにまあウッドを使ってくるわけですよ。まあそれはいいんですよ、全然。その代わり、
俺の端前プリンが毎回刺さるっていうのが理想かな。いやー目がいいんだよなマジ。いやー来るよね。一発入ってるでかい。いやでもこの一発でかすぎる。いやマジでホグ強え。ホグ強えのか分かんねえけど強え。これ圧着やってくんねえかな。あれくれ？あら勝つ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 。ウッドも裂いた。あーめっちゃいいバルキリー。いや強すぎ。今のでそれだけか。マジか。考えられねえな。まあこれ左鬼今日やばいかな。これウッドいらんかったかもな。これワンチャンスケとかね美味しく生きてえなみたいな。いやワンチャンあるよね。なんかプリンスのカツンがさ、いや入った。いやしかもおめっちゃあファイスピツ。ちょっと待って。うわ最悪。変なことした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 。バカ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 。ライトニングよ。待って、まさかのライトニング。びっくり。うわぁ。いや、ライトっしょ。なんならみたいなとこある。うん。いや、怖い怖い怖い。いや、痛すぎる。やばい。あ、でも、こっちはできたらでかい。いや、これ一旦組んじゃうか。これ絶対組むとね、相手結構きついんだよね。ずっと使うからの右っすね。いやいい。いやしかもいい。神神神。ロケねえけどロケねえけど。でまあライトニングでしょ。さあ早めに打つ。やばい。ああいやーまあこれは無理っす。相手のハイスピがね、ハイスピだったらなんならワンチャンあったかもしれないね。バレルもうちょっと刺されそうな気もした。さあよろしくね。なんかゴルナイせっかく入ってるんで、なんかゴルナイのダッシュをこうもっとこうなんかねええ感じにできりゃ大ダメージね、つながりそうだし、突破できないだろっていうのも突破できるね、可能性が多分あると思うんですよね。そう、結局今みたいな高回転ウッドがきちいじゃんって話になるんですよ。このデッキだとロケがないんでね。でも、それを変えるのがもうゴルナイっすね。うん、まあ、走ってもらっても。はい、大ダメージ。でかっ。いや、でかっ。いやー、これ多分スケだけだとね、ザップで終わるんで吹き矢も出しちゃう。いやこれ、うん、あれじゃない？神相性じゃないですか。ペッカコージ、もう真逆の相性っすね。さっきはめっちゃきちいじゃんっていうね、ホグ、高回転引いたけど。今回急に。おー、まあ、とりあえずケツペッカ来るっすからね。さあ、まあこれは吹き矢とゴルナイと、まあなんでもなんとかなりそうじゃない？さあ、これ許容でいいんじゃない？あ、てかスケもあるからさ、熱っ。マジで。どうやっても負けないぐらいって言ってると負けるんですよガチで。これはここで挟んであげてペッカが2回ねしっかりスケを殴ります。まあ相手ザップ使いましたね。まあこれは低めにもユニット出しにくいし高めにも出さない高めにもね出さなきゃっていうね。おいゴルナイ。いやゴルナイ強っ。お前今何言ってたか分かんなかったし。これウッドでさ前半げすっかな。やべえ！ウッド！ウッド！ちょ、見なかったことにしてください。定期見なかったことにしてください。まあ、そういうこともあるよな。さあ、まあ、マジアちゃんはね、ゴルナイウッドで剥がせます。まあ、あとは普通に、なんかプリン吹き矢とか、多分いろいろ溜まるんでね。まあ、好きならもうちょっとずるいよね。うん。さあ、プリンス。別にこれもうアウトローさ、つけてあげるだけで熱くね。どうなんだろう。別につけなくてもいい気がするんだけど、まあ、つけても結局このプリンスがこのペッカをねある程度溶かしてくれるんですよね。よしよしよし。やば。もうある程度どころじゃねえ。ガチでほぼ全部持っていきやがった。でさあしっかりユニット配置してここでゴルナイ走ってね。
あ、違う違う、俺の思ってた感じじゃねえ。待って、しかもプリンセスガン無視してんだけど、何やってんの。あー、向いてきた向いてきた、よくやったよくやった。さあ、小嬢場はね、ガインの火力が上がってます。やばいやばい、待って待って、負けそうんだけど、なんでなんで、しかも俺これさ、ロケないからやばい。いや、これはお願い入って、あー、オッケーオッケー、一時後か、ちょっと危ない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 、マジで危ない、ちょっと一旦やばい、一旦落ち着いて、一旦落ち着いて、ちょっと待って、マジでやばい本当に、なんで負けそうになってんだ。あれだな、プリンちゃんがこっち向いてくれなかったんだな。さあ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 、いやでもさすがにな、さすがに大丈夫じゃない。いや、どうなんだろう、怖くなってくるわ。あー、でゴルナイのダッシュミスったのとかも痛かったですね。うん、アウトローしっかりもう使っていこうぜって。からのゴルナイでこれダッシュもして、あ、いや、ダッシュはしなくてもいいか。いや、マジアチ処理できたのでき、いや、まあさすがにっすね。いや、よかったわ、マジゴルナイのダッシュ一回事故るだけでそんななんか怖い感じになるって。さあ、このプリンセスはね、多分絶対いらないんですよね。うん絶対いらないんですよね。誰がどう見てもいらないんですよね。さあ、まあでもさすがに、さっきからさすがに大丈夫やろって言ってめっちゃピンチになってるんでね、なんとも言えないんですけど。いや、強プリンス、あれ、あれ、メサルでもこれ走ってさ全員やりじゃね。いや、え、なんで今止まったん、どういうこと、ちょっと待って待って、今のは何、今の。さあ、いやー、バレルさ速攻飛ばしていこうぜ。この辺の吹き矢もちょっとエッチじゃない、いい吹き矢よ。あ、あ、あ、来た。もうどうにもできない。いや、タワーいかんのかい。思ったよりね、タワーに走ってくんないっすね。さあ、もう早めに回しちゃってね。いや、ちょっと怖くなってくるっすよね、こういうの。まあまあまあ、ちょっとしっかりね、上で圧かけて。まあ、スキルもあるし、なんならもう、あの、引き分けじゃねえわ。タイブレイク、タイブレイク、タイブレイク、タイブレイク。オッケーオッケーオッケー。いやー、これ交渉来たけど、さすがにね。あー、オッケー。いや、これね、俺負けたらガチでどうしよう。これはね、負けないですね。さすがに相性がちょっと良かった気がすんな。まあ、高回転でやっぱスケあるしね、メタしかなかった。メタしかないのに、ここまで追いやられてるからね。やばい。はい、というわけで今日はね、アプリコカツの、まあ、ちょっと変わった方ですね。まあ、ロケが入ってなくて、気持ち高回転にしちゃうと。まあ、ゴルナイ持ってなかったら、ダックプリとかでね、ぜひやってみてください。ユーノとかでもね、強そうだね。僕らもね、チャンネル登録、高評価の方もね、よろしくお願いいたします。では、お疲れちゃんでした。またね。